あ、いいな、いい時期に来たんかも。綺麗も。うん。大きい声喋ってな。あのいつも。神が。いや、平尾の死ねた。うん。下品なことは言えません。私が下品なことばっかり言ってるみたいな言い方してるけど。流れていくの。洗いますて。極めてもらえ。まだ紅葉がちょっと綺麗な。なんか今年秋を通り越した感じがするな。おっと、どっちにいたらいいん、これは。あ、くぐらんでいいん、これは、トイレ。人に言うといて。お清め。どういうこと。神の顔だ。神の顔。うーん。やったらいいやん。鳥居がめっちゃあるな。なんでなん。いた、釣れた。杖があるところの入り口だ。全部杖になってない。先は全部杖になる場所。すごいな、木が。高すぎってよ、宣伝だったやん。高すぎの宣伝何よ。知らん。ほら、ちっちゃい時。高すぎって、この、知らん。3つの年の差はちょっと大きすぎた。知らん。すごいな。すごいな。なんかすごいな。この材木は1000年、2000年の歴史がありますね。ほんまにパワーを感じます。やばいです。さっき消えれ。ほら、このマックス、この木もやばいで。やばいでほら、これは歴史を感じます。1000年、いや2000年の歴史を感じます。新見家は荒祭り、荒財宮行きます。かんやな、すごいな、伊勢神宮。ではでは、おかげ横丁に行きます。伊勢うどん。あ、ここやな、おかげ。うわ、すごいな、楽しみ。なんかグーってなってる、聞こえてる。やば。何これ。土産も売ってるし。ああ、いいですね、こういうの。
この入り口で食べらんとこな、ちょっと歩きたいかな。食べ歩く、あ、カープすごい握り食べたい。串もあるやん。え、キャブ串美味しそう。どうかな、これ食べ歩きやからさ。うわ、やばない、見て、うわ、カレーうどんなんか美味しそう。松坂牛ステーキ、うわ、まあいいか、しらすはやめとこう。石エビ、一緒で、もう行こう行こう、さっき一回ぐるっと回ろう。そうなんだ、あれアワビ串やってる。どうしよう、はい、すごい、食べようかな、アワビ食べられたい。贅沢に丸ごと一つお召し上がりしていただけます。いいな、一個食べたほうがいいな。人気だとバター醤ですが、私はソースなのでね、やっぱりちょっとシンプルな味好まれる方だと焼き塩を選ばれてる印象ですね。塩でいきます。え、塩でいきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご覧くださいね。ありがとうございます。道の駅でさ、うん、まず閉まってたからアワビ食べられてないから。どうですか、おいしい、弾力がすごい。それだけ、それだけ贅沢なお味。はい、まだやっぱなくて、もうかかったのかな。お、カキ、はい、食レポいただくか。下に、うん、あの、あれが入ってるってよ。何、タルタル、うん、うん、角汁たっぷり濃厚、めっちゃうまい最高。オッケーオッケー、アイちゃんの食レポです。うん、クリーミーで、多分生ビール3杯飲める。例えた、うん、例えた、うん、まあまあまあ、うんうん、あー、ここが赤福本店やね。ここが赤福横丁の、行く？中にご飯屋さんあるかな。あ、あるある、ご飯屋さんあるある、いっぱいあるやん、うん。いや、何これ何これ何これ、そば食べてる。ああ、あれなんか持ってたやつや、あのそば。どうする、これ私写真撮るやつ、これ、うん、なんでみんなうどん食べてるの、めっちゃ気になる。あ、そばとおにぎりもある、どうする。ああ、見て、ちょっとやばい、漬物やって。もう後でにする、さっきご飯食べろ、はい、こんなおむすび美味しいで、絶対うまい、うん、うわ、うまいな、うまいな。何これ何これ、あ、ここでも食べれるんや。ここにしましょう、並んでないの、いい感じ。石エビではないけれども、すいません、伊勢エビの感じして、すごいやん、私もすごいやん。以上でお揃いで、はい、食べ歩きできねえだろうか、もう村のコロッケ食べる、うん、あ、またあるよ。チーズ食べようかな、うん、今度からこういうとこある食べるのは少なめにして食べ歩きやな。